錦山くん。終わったか。これでようやく落ち着けるな。錦。なんだそれ。爆弾か。ユミ、バカなことはやめろ。ダメよ。100億はあなたに渡さない。ユミ、お前そんなに俺のことが憎いのか。まあそうだろうな。当然の話か。錦、お前まだ諦めていないのか。当たり前だ。俺はどんな犠牲を払っても登場会の後目になる。なあ錦、それは無理だ。お前神宮に踊らされていたんだ。神宮の本当の目的はな。なことは分かってる。分かってたんだよ俺は。え、どういうこと。言ったろ桐生、俺は10年前お前を裏切ったあの日から誰も信用しちゃいねえってな。神宮が俺に話を持ってきた時から信用しちゃいなかったんだ。じゃあお前は全てを知ってた。ああそうだ、俺は負けたくなかったんだよ。俺はお前に負けたくなかったんだよ桐生。俺はユミを愛してる。だがユミは一度も俺を振り向いてはくれなかった。ユミの中にはお前しかいなかった。10年前の事件の後、俺の目の前からお前という存在が消えた。その時俺は決意したんだ。運命を変えるためにどんな犠牲も払うってな。その犠牲が親さんやレーナだったっていうのか。そうだ、俺は100億を手に入れ登場会を継ぐ。そしてお前から弓を奪い返す。それで初めて俺の運命が変えられるんだ。錦山君、やっぱり分かってない。何、そんなことして何になるの。そうやって変えた運命じゃ幸せになんてなれない。あなたは自分に都合の悪いことから逃げてるだけ。本当に運命を変えたいなら辛いこともすべて受け止めて、それでも逃げないで立ち向かうことなんじゃないの。カズマやハルカのように。うるさい。どうしてお前は俺を認めてくれないんだ。ニシキ。なんだ。俺にはお前の苦しさがわかる。俺は一番大切にしていたお前たちを失った。もう戻ろうと思っても10年前に戻ることはできねえ。もうその運命から逃げることはできねえ。だから決着をつけよう。なあ、決着をつけよう。俺たちの戦いに。ユミ、これは。ごめんね。私、あなたのことずっと忘れられなかったの。記憶を取り戻した後も、こうしてあなたのことを。私、弱い女だった。記憶を失ってからも、本当はあなたのことだけは、うっすらと覚えていたの。名前は思い出せない。でも、あなたの笑顔や仕草が浮かんでいた。でも誰だかわからない。すべてを思い出せない。そんなあなたのことを待ち続けることができなかった。
から神宮のことを。でもね、遥かは何もかも失った私にとってたった一つの宝物だった。だから遥かとお別れに行った時、思わずこのペンダントをあげてしまったの。私の一番大切なものを持っていてほしかったから。遥か、私のせいで怖い思いさせてごめんね。カズマ、私まだやらなきゃいけないことがあるの。金はあってはならない。だからもう消そうと思うの。ユミ、はるか、はるか。